ヘイデン・ゲスト男爵は、連合王国貴族の男爵員。労働党の庶民院議員レズリー・ヘイデン・ゲストが1950年に上されたのに始まる。初代男爵、レズリー・ヘイデン・ゲスト1923年から1927年にかけて、サウスワーク北部選挙区、1937年から1950年にかけて、イズリントン北部選挙区から選出されて、 労働党所属の庶民委員議員を務めたレズリー・ヘイデン・ゲストは1950年2月2日に連合王国貴族社位、カウンティ・オブ・エセックスにおけるサリングのヘイデン・ゲスト男爵に助せられて貴族委員議員に転じ1951年には自重たる貴族委員議員の一人に選ばれた彼は二度結婚しており5歳がユダヤ人大富豪ゴールドシミット家出身のムリエル カーメル・ゴールド・シュミットであり、この結婚に際して彼は、ユダヤ教に改修している。初代男爵は、1000歳との間に2人、5歳との間に2人、計4人の息子があり、うち3男にあたるデイビッド・ヘイデン・ゲストは、共産主義者になって、スペイン内戦に参戦して戦死したが、それ以外の3人の息子たちは、初代男爵の死後に順次爵位を継承した。 初代男爵の末息子で四大男爵を継承した、ピーター・アルバート・マイケル・ヘイ・レンゲストは、就職前の1946年から1972年にかけて国際連合に職員として勤務していた。四大男爵の死去時、前妻の息子アンソニーが存命していたが、彼は両親の結婚前に生まれており、諸子扱いであったため、5歳の息子、 クリストファー・ヘイデン・ゲストが五大男爵を継承した。彼はアメリカの市民権を有しており、アメリカに在住する映画監督、脚本家である、スパイナルタップ、みんなの歌などを手掛けた。2017年現在も彼が当主である。ありがとうございます。